白雲の章、天魔の説、深淵の玉座。ファーガスの北の地は吐く息も凍る寒さに包まれ、アドラステアの南の海でさえ冷たい風が吹きつける。空から天魔の羽とも見まごう雪が舞い落ちると、フォドラの首飾りは真珠より白くなり、険しい喉元をさらに険しくするのである。レア、話してくれ。君は私に何を隠している？あの者の姿は何だというんだ？あれではまるで。ですから今言えることは何もありません。今節の終わりにジェラルトの日記を読んだ。彼の部屋で偶然見つけてね。日記には彼がここを出て行った理由も記されていたよ。火災で死んだとされていた赤子、それがあのものなんだろう。彼は君が赤子に何かしたのだと気づき、ここを出ていくと決めたんだ。君は赤子にあのものに何をした？まさか禁忌に触れるような行いは。セテス、間もなく人が来ます。これ以上はやめてください。私はあのものを聖母へ連れて行きます。そこで私の望みは達せられるはずです。幼い頃私はあそこで確かに彼女の声を聞いたのですから。入りなさい。待っていましたよ。あなたは主より力を授けられました。ならばまず訪れるべき場所があります。聖母に行き主の啓示を受けなさい。聖母は女神の眠る場所。この大修道院はもともとそれを守るために建てられたものだ。限られたものしか知りませんが、聖母にはセイロスにまつわる伝説があります。かつて女神より力を授かった聖セイロスは聖母にて啓示を受けたというのです。フォドラの民を救い導くため、その力を正しく使うようにと。かつてセイロスに与えられた主のお言葉はきっとあなたにも下されるはずです。聖母に赴くといい。なぜ君がその力を得られたのかわかるかもしれん。聖母にて主の啓示を受ける儀式を行います。あなた方の学級に与える今節の課題です。セイロスが啓示を受けた際、その傍らには聖戦士らが控え見守っていたといいます。あなたに導かれ共に戦ってきた生徒たちは儀式の場に立ち会うにふさわしいはず。もちろんセイロス聖教会の主教として私も儀式を見届けるつもりです。それだけ特別なことなのです。仮によからぬことが起きようとも、私とて己が身を守るくらいはできるつもりです。いろいろと変化もあったが、君の役目は変わらない。儀式まで気を緩めず生徒たちを教え導くように。先生、少し付き合ってくれる？どうしてもやっておきたいことがあるの。行って戻ってくるのに日数を費やすけれど、聖母での儀式には間に合うようにするわ。秘密と言いたいところだけれど、アドラステア帝国の帝都アンバルよ。私にはそこでなさねばならないことがある。ありがとう。そうと決まればすぐに出るわ。
父様、無理なお願いをして申し訳ありません。そのお体では玉座に座ることも大変でしょう。ですが、いいのだエーデルガルト。わしに残された時は少ないと理解しておろう。ならば今しかないのだ。感謝します。玉座の間で定冠を授かる。でなければ帝国の皇位継承の儀は成立しない。かつてセーロス正教会の司教が担った見届け役は先生が務めてくれましょう。エーデルガルト、私は帝国のすべてを継ぎます。すべての人のために。これをエーデルガルト・フォン・フレスベルグ、赤き血と白き剣の盟約において総統のわしを神戸にいただく汝を新たな皇帝とする、その覚悟はあるか。フレスベルグの名と古の盟約に従い、フォドラを導き民の安寧を図るため、その座に君臨することを誓います。これで皇位継承は済んだ。結局わしはお前に何もしてやれなかったな。王国へ連れ去られた時も、宰相が恐ろしい行いをした時も、わしは見ていることしか。もう良いのです。お父様、私はお父様の目と拳に救われたのですから、お父様が私を思って向けるその目を私は信じていました。お父様が固く握った拳から血が滴るのを私は見ていました。私が血を流している時、お父様もまた血を流しているのだと知っていました。いいか、神女を抜け出しては。これはエーデルガルト殿下。宰相、故障が間違っているわ。私は殿下ではない、陛下と呼びなさい。な、まさか。ただいまをもってアドラステア帝国の皇帝はエーデルガルトになった。軍務百官を召集して布告の準備を進める。宰相、お前にはうっ、更迭を命じる。外部との連絡はしばらく経ってもらうわ。そんな、まさか。承知いたしました。エーデルガルト、いやエル、この国を、このフォドラを頼んだぞ。お父様。先生、付き合ってくれてありがとう。これで私はアドラステア帝国の皇帝。もはや立ち止まることは許されない。聖母での儀式を終えたら帝国に戻るわ。あなたともそれでお別れかもしれない。そろそろ時間のようね。皆も待っている。行きましょう。驚きましたか。ここが聖母です。大修道院の地下にこれほどの空間があったなんて。地下へと降りるための巨大な仕掛けもとても今世の力とは思えない。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主
女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか？私に隠し事は不要です。あなたは見ているでしょう。夢を玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと？そこまでよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍？どうしてこんなところに？あれは炎帝の配下ではないか。まさか炎帝と帝国がつながってたということか。まさか僕らの国が背後にあったとはね。エーデルガルトさんはこのこと知って？ええ、全て私が指示したことよ。私のもう一つの名は炎帝。学校ごっこもここまでですな、エーデルガルト様。いや、陛下。それ、お前らはさっさと働け。紋章石も汚え骨も何もかも奪うんだ。あなたは何ということを。神聖な墓所を踏み荒らした罪、その命で贖いなさい。主にあだなす逆徒どもを滅ぼすのです。おい待ってくれ。どういうことだよエーデルガルト。私たち利用したですか？どうしてそこまで？ごめんなさい先生、けれどこれが私の進む道。学級の皆にはおとなしくしてほしいわね。私の目的は戦いではないのだから。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において命じる。迅速に紋章石を回収しなさい。抵抗する者は殺して構わない。帝国の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。戦いの空気苦手だ。柄じゃないんだけどな。舞台に上がるより緊張するわね。たっ勝ててよかったわ。人は経験して成長するんですね。先生、奇襲有利思います。おっしゃ行くぜ。これで決着か。歯ごたえのねえやつだったな。俺はまだまだ強くなれる。活躍恐れいる。いりました。出るぞ。俺の勝ちだな。思っていた一人生だったのに。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。
私に任せてください。当然の勝利でしょうね。ほむほむ、なるほど。勝利は決まっているぞ。そりゃ我が敵ではない。焦らず戦おう。勝利、皆の心燃やします。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。限らないよ。研究するだけで強くなれたらな。かかってこい。以前よりうまくやれるだろう。そのための一歩だ。嫌だろうね。これで決着か。私、あなた並び戦います。
リギットの誇り見せました。戦い身も心も強くします。支援感謝します。柄じゃないんだけどな。私だって鍛えてるのよ。歯ごたえのねえやつだったな。見てくれ、いい感じじゃねえか。上がりました。すげえじゃん、俺も負けねえ。俺の勝ちだな。技にも磨きがかかったか。
入れるぜ。抵抗するやつは殺していいとさ。さて、どう調理してやろうか。苦しめてやれ。頭脳戦と行こう。言ったけれど、あなたたちを殺すつもりはない。だから邪魔しないで寝ていてくれる。出てきましたね。先生、言い訳はしないの。今までありがとう。本当は、いや、やめましょう。はっ、ここまでのようね。残念です、エーデルガルト。フレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。先生、私の前に立ちはだかるのはやはりあなたなのね。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪。主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。あなたは。先生、ありがとう。でも本当に、いや、今は話をしている余裕はないわね。ええ、貴殿の選択に言葉を絶するほどの感謝を。そうですか、あなたも失敗だったのですね。聖母を汚し、我らが同胞を辱めた者にあなたは力を貸すと。そのような者に女神ソティスの力を行使させるわけにはいきません。せめて私の手であなたを裁きましょう。その胸を裂き、真の像を取り出して。あれが白きものですか。フフ、
ドラを長きにわたって支配してきた人ならざる者レアがその視界なのよ。もはや一刻の猶予もなりませんが、陛下、先生、脱出を。